ウクライナはロシアに勝てるのか、戦時の経済力が違いすぎる歴史上ウクライナはこれまで3度ロシアと戦争をしてきたまず18世紀初めロシアとスウェーデンが戦った北方戦争時ウクライナコサックのヘトマンマゼッパはスウェーデンと手を結んでロシアからのコサック国家独立をかけて戦ったポルタバの戦い次に20世紀初めのロシア革命時 キーウに樹立されたウクライナ中央ラーダ議会政府が独立を宣言し革命政府のボリセビキ軍と戦ったそして第二次世界大戦期西ウクライナのカリツィアでウクライナ法規軍 UPA が結成されてソ連軍と戦った熾烈な戦闘が行われその度に多くの犠牲を生み結局は3度とも敗北した歴史は4度繰り返すことになるのだろうか モテる富と戦争遂行力の違い果たしてウクライナはロシアに勝てるのか何しろ国力つまり持てる富資源技術工業生産力などに裏打ちされた戦時の経済力が違いすぎる人口や予備役の数兵器の生産能力などでもロシアがウクライナに勝ることは明らかだ西側による経済制裁はショックを与えたが アニハカランや進行を始めて半年後にロシア経済はその体制を示したそれを私は昨年10月にモスクワを訪問して実感しているロシア経済のパフォーマンスを示す国内総生産 GDP は開戦直後にはマイナス10%以上の後退が避けられないと見られたものの2022年通年ではマイナス2.1%に止まるまで回復した 国際通貨基金 IMF は23年のそれを1.5%のプラスに転じると見通している。これに対し22年のウクライナの GDP 成長率はマイナス30.4%で破綻と及ぶにほぼ等しい。しかも電力はじめ重要インフラの破壊によりこの1年で国力をさらに削がれている。欧州委員会 EC は23年のそれを0.6%のプラスと予想するが 破綻状態かからのわずなな浮上に過ぎないそれでもなんとか回っているのはキーウやハルキウオデーサなど大都市における商業飲食運輸はじめ生活周りのサービス産業ぐらいで輸出産業はほぼ麻痺状態にあることは想像に難くない経済の屋台骨とも言うべき鉄鋼石炭はじめ鉱工業の多くはロシアが一方的に併合を宣言した東部から南部にかけての一体と ドニプロ側の領域に集まるが、その多くは半ば廃墟と化している。マリオポリ製鉄所は破壊され、国内最大のクレメンチュク製油工場も損壊した。国会やドナー川沿いの穀物倉庫や積立施設も爆撃された。財政は西側からの仕送りだのみ。当然ながら国家財政も破綻している。ロシアによる侵攻が始まって以来、ウクライナのゼレンスキー大統領は 全土に戒厳令を布告し、政府は平時の国家予算のほぼ全額を軍需に充ててきたという趣味入り首相。財政赤字は毎月30億ドルから40億ドルに達するとみられている。国連とトルコが仲介して一時実現した国会経由の穀物輸出はせいぜい毎月10億ドルに過ぎないが、ロシアが船の安全航行に関する合意から離脱したせいで、 それも今は滞ったままだすでに1年半以上にわたり西側は国際機関の融資プログラムを動員しあるいは2国間の金融支援を行って巨額の歳入不足を補填してきた早い話が送金つまり仕送りであるこれらの資金が政府機能や公共サービスの維持戦費通貨の買い支えなどに充てられてきた日本の資金も含まれることは言うまでもない それに十分なな武器もない。ウクライナ軍は西側から武器が供与されなければ戦えないちなみに上記の融資には米国による空前の430億ドルをはじめ西側による軍事支援額は含まれない冷静に考えれば戦争の奇数など初めから予想できたことなのだそれでももっと武器をくれ戦車に加えて今度は最新の戦闘機が必要だという ゼレンスキー大統領の同盟国への訴えはここへ来てのロシア軍の踏ん張りの裏返しとしてしか響かない西側にとって重要なのはそれにもかかわらず西側はなぜ戦争をやめないのかそれどころか侵攻から丸1年を迎えたこの春西側はウクライナ軍による反転攻勢の背中を押して最新型の戦車やミサイルなどの追加供与に踏み切った だがそれはこの戦争でロシアに勝たせてはならないと考えるからだ昨年5月 G7 首脳はオンライン会議後の声明でプーチンロシア大統領がウクライナとの戦争で勝利することがあってはならないと宣言したゼレンスキー大統領誰が何と言おうと前進ウクライナ軍の反転攻勢の遅れ私的に反論 遅れれが指摘されているウクライナ軍の反転攻勢についてゼレンスキー大統領は誰が何と言おうとウクライナ軍は前進しているなどと強く反論しましたゼレンスキー大統領は2日自身のテレグラムでウクライナ軍は前進している何があろうと誰が何と言おうと我々は前進しているなどと記しウクライナ軍は後退していないと強調しましたまたマリアル国防次官は1日 現地メディアに対し南部ザボリージャ州の数箇所でロシアの第一防衛線を突破したと戦闘に進展があったと述べていますウクライナ軍をめぐっては反転攻勢が父として進んでいないとも言われていてゼレンスキー氏の投稿はこれに真っ向から反論した形です一方ロシア国防省は2日ザボリージャ州の集落でウクライナ軍の攻撃を4回撃退したと発表しています ロシア空軍基地へのドローン攻撃はロシア国内からウクライナ国防省情報総局長ウクライナ国防省のキリロ・ブダノフ情報総局長は9月1日ロシア北西部プスコフの空港で8月29日夜から30日未明にかけてあったドローン無人機攻撃についてロシア国内から出撃したものだったと明らかにしたブダノフ氏は攻撃を仕掛けたのがウクライナ人か あるいははロシア人かかか明らかにしなかった。ブダノフ情報総局長は8月31日ウェブサイトウォーゾーンに対して「我々はロシア領内から活動している」と述べた使用したドローンの種類や数については明らかにしなかったブダノフ氏によるとこの攻撃で輸送機イリューシン762機が破壊され2機が損傷したロシアは4機が損傷したとしている。 同氏はドローンは輸送機の燃料タンクや翼の桁の重要部分が位置する機体の上部を狙ったのだと説明したプスコフへの攻撃についてウクライナ当局者はこれまでにすでに BBC にウクライナによるものだと認めていたウクライナ国境からプスコフまでは700キロ近くあるためこれまでウクライナが使用する武器の射程距離についてさまざまな憶測がされていた ウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領は31日夜定例の動画演説でウクライナ製の新しい兵器は今や 700km だと述べていたドローン攻撃で被害を受けたロシア軍機は長距離貨物機だった軍の部隊や装備品の長距離輸送に適しているためロシアにとっては貴重な軍用資産になっているウクライナ当局は総じてロシアでの攻撃については口を閉ざしている しかしドローン攻撃が活発化するにつれそれらがウクライナによる戦争行為の一環だと認める姿勢を以前より見せるようになっていると BBC のポール・アダムス国際問題担当編集委員は指摘する8月31日から9月1日にかけてもロシアの複数地点がドローン攻撃を受けた未確認情報によると首都モスクワ郊外のリュベルツィでは ロケットの電子部品を作る工場が攻撃された。ただし、モスクワのセルゲイ・ソビャニ市長は、リベリツィ上空のドローンは迎撃し、被害は出ていないとソーシャルメディア、テレグラムに書いた。モスクワ周辺にドローン攻撃がある際に繰り返される対応として、1日朝には、モスクワ周辺の複数の空港で発着便が遅延したり、キャンセルされたりした。 ロシア西部でウクライナ北東部と国境を接するクルスク州のロマン・スタロボイト知事はクルチャトフの町で住宅1棟と行政庁舎1棟がドローン攻撃を受けたと明らかにした近くにはクルスク原子力発電所があるウクライナ軍はロシア占領下にあるウクライナ領での反転攻勢も続けているアメリカのシンクタンク戦争研究所は31日 東部バフムートや南部ザボリッチャでウクライナ軍が前進したと述べた。米ホワイトハウスのジョン・カービー、戦略広報担当調整官は1日、ウクライナ軍がそれまでの72時間の間にザボリッチャで顕著な進展を実現したと述べた。状況を客観的に観察しているものにとって、ウクライナ軍によるこの成果は否定し難いものだとカービー氏は述べ、 ウクライナ軍の前進が遅いと匿名で批判する当局者たちの発言は、何の助けにもならないと付け加えた。ウクライナ政府は8月28日、ザボリッチャ州のロボディネ集落を奪還したと発表。同集落を足がかりに、さらに南へ部隊を進められるとウクライナは期待しているという。